ジュニアアータ軍はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は24,636人であり、2000年の22,821人から8.0%増加した。軍庁所在地はミフリンタウンボロであり、同軍で人口最大の町でもある。ジュニアアータ軍は1831年3月2日に、 ミフリン軍から分離して設立された。軍名は、ジュニア歌側から取られた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は394平方マイルで、あり、このうち陸地392平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.50%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内では、 中部ペンシルベニア州アクセントが通常に話されている。ラテンアメリカや東南アジアから軍内最大雇用種であるエンパイア校舎アプールトリーで働くために移動してきた移民労働者が多い。これら移民はスペイン語など他の言語を大一言語として話している。英語についてはその流暢さに様々な程度がある。ジュニアータ軍の自治体、ボロア赤、タウンシップは白。 国勢調査指定地域は、青ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。市、ボロ、タウンシップ、町である。国勢調査指定地域は、アメリカが州国国勢調査局が人口統計データを取るために設定した地域である。州法の下では、実際の司法権が及ぶ範囲ではない。ジュニアアータ軍教育学区の区分図計間278フィートの アカデミアポメロイ屋根付橋は、州内に現存する屋根付橋では最長のものであり、スプルースヒルとビールタウンシップを分けるタスカローラ、クリークにかかっている。1962年からジュニアータ軍歴史協会が所有し、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。軍内では、スタンディングストーニューズが発行されている。ありがとうございます。